違うクラスだけど、私応援してるからね。そのちゃんと見てるから。あ、トキシン、私とペアだね。本当は走るの苦手だけど、これだったらいいや。頑張っちゃおうっと。ただいまよりクラス対抗二人三脚を行います。選手の皆さんはスタート位置に集合してください。位置についてよーい。この日は都合悪いんだ。どうしても外せない用事があってさ。せっかく誘ってくれたのに、本当にごめんな。また今度な。
し、相沢ですけど。あ、電話くれて嬉しいわ。今日はどうした？もちろんオッケーで、うち楽しみにしてるからな。オッケー、わかったわ。今から楽しみやな。これから駄菓子屋さんに行くんだけど、もしよかったら一緒にどうかなって。トキシン、最近来ないからおばあちゃん寂しがってたよ。うん、口では言わないけどなんとなくわかるんだ。だからね、どうかな。ありがとう。それじゃあ行こう。おいや、いらっしゃい、ゆきこちゃんや。ん？お前さんに心配されんでも、ちゃんとピンピンしとるわい。でもおばあちゃん、頑張るのはいいけど、あんまり無理しないでね。ありがとう。本当に優しい子だよ、ゆきこちゃんは。だっておばあちゃんにはずっと元気でいてほしいもん。大丈夫じゃて。ゆきこちゃんがこうして話し相手になって元気を分けてくれるからの。大げさだよ。それにしてもゆきこちゃんほど気立ても器量も良ければ周りの男の子が放っておかんじゃろう。将来は嫁のもらい手が押しかけて困ってしまうかもしれんの。もうおばあちゃんたら。ほれ、お前さんもそう思うじゃろ。やれやれ、頼りない返事じゃの。お前さんももっとゆきこちゃんを大切にせんといかんぞ。国内でも感染例が急増しています。この新種のウイルスは感染すると、まあこんなところで立ち話もなんだ。あ、二人ともちょっと上がんなさい。なんぞ昔話でも聞かせてあげようかの。わしも昔ゆきこちゃんぐらいの頃は好きな人がいてね。誠実で優しくて、それは素敵な人じゃった。同じ学校に通ってはいたが、会えば挨拶する程度でほとんど話をしたことがなくての。いつも遠くから見つめているのがやっとじゃった。本当にその人の姿を見かけるだけで胸がキュンとなっての。あれがときめきっちゅうやつなんだね。へえ、そうだったんだ。おばあちゃんも青春してたんだね。そうじゃよ。なんてたって昔はわしも萌木の小町と評判での、若い頃のモテっぷりはそれはそれは。ま、それにしても今の時代は本当に恵まれとる。わしらの若い頃とは大違いじゃ。じゃが感謝の心を忘れちゃいかんぞ。最近それを理解しとらん若者が多すぎるとわしは思うんじゃ。
わしももう年じゃが、子供の笑顔を見るのが楽しみで、ずっと店を続けてるんじゃよ。今の子供は年寄りを大事にせん、今の社会を築いた先人への感謝もない。その点ユキコちゃんは立派じゃ。ほれお前さんもちいとはユキコちゃんを見習わんといかんぞ。楽しかった。おばあちゃんかなり乗り気で昔の話をしてくれたよね。またお話聞きに来ようね。ごめんな、服で悩んで。いや、弁解はうちらしくないな。お詫びに今日はとことん付き合うからな。へえ、ええセンスしてるやん。というのは冗談やって。電車が来たみたいやな。そうそう、期間限定の人気イベントやで。さ、行こ行こ。なあ、聞いた？休憩広場でロボットと遊べるんやって。おもろそうやん、行ってみよう。てったってこのショーの目玉の一つやからな。さ、行こ行こ。途中で何も食べへんかったからお腹すいたわ。ちょっとどっかに寄って行こ。別にかまへんよ、そこにしよ。やっぱこういう店ってええな。豪華なレストランもええけど肩凝るもんな。あ、そういえばめっちゃ長い眉毛ピローンって一本生えてるで。冗談や冗談。ごめんな、電話の時いっつもバタバタしてしもて。うちに来た電話はすぐ変わってっていつも言うてるのに、まったくしょうもないんやから。なんかおもろい話でもあるんか。うちはもちろん個性派の B 型って思うやろ。実はうち気配りの A 型なんやで。ほな、うちそろそろ帰らんと。